写真拡大。ソフトバンク、日本ハム、11日、ヤフオクドーム。ソフトバンクの牧原大成内野手が、負傷により途中交代するアクシデントに見舞われた。この日は、8番中堅でスタメンに名を連ねた牧原。3回の第1打席では左前にポトリと落ちる安打を放ち、迎えた5回の第2打席だった。一試で打席に立つと、ロドリゲスが投じた初球は自打球に、右足甲付近に打球が直撃すると、その場でもんどり打って倒れ込んだ。すぐさまベンチからトレーナーが駆け寄ると、治療のためにベンチに下がった。一人では歩けずに、トレーナーに肩を借り、足を引きずるようにしてベンチ裏へ消えた。プレー続行は不可能となり、しばらくして工藤高康監督は代打に福田を告げた。今季、怪我人続出に苦しんできたソフトバンク。前日10日に負傷離脱から中村晃、福田、川島が復帰したばかりだったが、またしても負傷交代のアクシデントに見舞われることとなった。福谷祐介、祐介、福谷。